こんにちは、松田優作です。ということで今回は教育テレビで笑っておけないやっていきたいと思います。皆さんの思い出に残っている教育テレビの番組は何ですか？僕は小学校休んだ日だけ見れる忍者の番組好きでした。こうやって林平と社会人列在ぜっつってなんかしてるやつ、そういうのがあったんですよ。それが好きでしたね、僕は。めっちゃマニアックやと思うけど。あとはまあバケルの小学校とかですかね。ということで早速教育テレビ見ていきましょう。レッツアン3、2、1、YO! サンディエゴ OK! まずはこちら、授業中に偶然思いついたブロリーマット。まあブロリーマットって言われてるんですけど、作ってワクワク絶対出てるんで、こちら見ていきたいと思います。ごめん、マジで何でもなかった。マジで何もなかった。すいません。いや、俺めっちゃ目悪くなったんかな。飛んできたゴロリとワクワクさんがブロリーに見えて笑ってしまいました。全然普通にゴロリとワクワクさんでした。ただのオープニングで普通に笑っちゃった。いや、ちょっとおかしいな、俺。飛んでるパーティーで会う。楽しく遠だき。遊んでワクワク、作ってワクワク、遊んでワクワク、作ってワクワク。ブロリーだ。いや、本来だったらこの動画最初に吹き出すシーンここなんですよ。ここ2回目っていうね。ちょっとなんかすいませんでした。気合入れ直しますわ。しっかりしよう。しっかりして。本当に。ねえ、ワクワクさん。今日は何を作って遊ぶの？今日はね、これを作って遊びます。ん？何これ？ピッコロの、ん？何これ？うざいわ。そんなこと言わんて、ピッコロ。ん？何これ？え？竹ひごに洗濯バサミを刺しただけじゃない。うん、そうだよ。こんなの作りたくないようだ。何を言ってるんですか。これを見たらね、あ、僕も作りたいって言い出すに決まってますから。本当かな。この絶妙な表情よ、ブロリーの。本当に本当かなって思ってんでしょうね、このブロリーは。ストローロケット3号発射。うん、シャモセ。強っ。ストローロケットの威力ちゃうて。ストローってあれですよね、我々の知ってるあのストローですよね。飲み物を飲む時に使うね。最近はなんか紙ストロー増えてきて、でなんか今になって紙ストローの方が環境に悪いよみたいな言われて、なんやねん、本当にバカバカだな政治家って思ってる時に、ストローロケットこんな威力せんで、早くプラスチックのストローに戻してください。バカでもわかるよ、そんな紙ストローに変えるよりももっと大事なことあるって。わー、すごい。これ僕も作りたいな。よし、ゴロリ、これは簡単だからね、一緒に作ってみよう。やったー。ワクワクさん、虫ケラはどこにあるの？虫ケラどこにあるのって聞いたよね。虫ケラでストローロケットを作ろうとしてるってことですか？ワクワクさん、虫ケラはどこにあるの？はい、これを使ってね。はい、どうも。これを一人用のポットに刺すんだね。その通り、動かないようにね、しっかりと止めます。それしたあ、すごく簡単。かわいそうよ、ベジータ。虫ケラ扱いされて、ストローロケットの道具にされて、かわいそうにベジータ、こんな番組のためにボロボロになってる。あとはこのストローの下の方に止めます。そうするとほら、できるどころか崩壊しよる。終わっとるって。もう嫌だわ、この番組怖すぎ。ロケット発射5秒前、4。おめえちょっとしつけえぞ。発射発射したけども、それはストローロケットちゃうよ。ワクワクさん、僕はね、手がイギリスのアミシ。ちょっと待ってよ。え、これで撃ったら僕に当たったら痛い。じゃあ撃つよ。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。これで撃ったら僕に当たったら痛い。パッ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 。じゃあこの次も何この終わり方。いや、ゴロリー怖いわ。パラガスガスさん殺して終わったよ。ポケモン図鑑が作ってワクワクに出演したようです。ポケモン図鑑が作ってワクワクに出演、なかなかすごいことですよこれ。なんか諸事情により全編モザイクになってるっぽいですわ。うん、どのポケモンの鳴き声か知らんけど、すごいね。いっぱいポケモン鳴いてたよ。ねえ、ワクワクさん、今日は何を作るの？今日はね、これを作って遊びます。え、いやいや。え？正体不明の汚い姿。
ほとんどダメ。うん、そうだよ。何を言ってんだ本当にこいつ。ポケモン図鑑の図鑑説明してる時の音声ですかね。本当にポケモン図鑑が出演しよる。まずはこうやって竹ひごを通します。ね、そしたらこの下の方だけだよ。下の方だけをセロハンテープで身長の2倍もある、下が身長の2倍もある。何の図鑑説明だ。え、ベロリンガとかですか。わー、意外と柔らかい、うん。そして、ロケットはナパーム弾。その通り。はい、ガラリン。ナパーム弾、ナパーム弾、怖っ。やめて。そうするとほら、ストローロケットもう出来上がり。小さな水かきがついている。よし。小さな水かきがついている。なんだ小さな水かきがついているポケモン。ラッタらしいです。ラッタ、小さな水かきついてるんだ。的を撃つゲームなんだ。ビームを発射する。毒もあるので注意。ちょっと待ってよ、これで撃ったら僕に当たったら痛いよ。インドゾウも2秒で倒れる。超強力やで。インドゾウ2秒で倒れる、めちゃめちゃ強力よ。 NHK 教育バトル、ウータン VS 邪神スプー。先週ですね、昇降姉さん VS ウータン見たんですけども、今回その続き、ウータン VS スプー。さて一体どうなるのか。いや結構ピンチだったよ先週見た限り。ウータン、ワンワン、オフロスキー全員穴ぼっこ開いてたからね。マジ邪神スプー。パンピーリーマンの体がスプーに侵食されてんだ。でもなんだかんだあってウータン蘇ってますね。穴ぼっこ開いてたのに。大爆発よ。パニックホラー見とるんけ。すごい怖いっすね。なんかちょっとミストとか思い出しますね。食われた。しかもえぐい食われ方しよる。首と足だけ取れて食われちゃった。いやなんかこっから逆転していくぜみたいな流れだったやん。こんなあっけなく食われます。幻なんかじゃない。ん、あんたたちがスプーンを感じ取った、それだけだ。ビビ色の武士ハイダ証拠が吐く。あ、今のはだから、今のは実際にスプーが街に君臨して戦ったら本当にこんなことになるよみたいな、勝ち目ないであんたらみたいな。でもどうなんだ、なんかウータンの穴ぼっこ直してたぞ。証拠お姉さん味方。それだけだ。ウータンよく聞け、そのお方は残忍だが、のっぽさん。まさかコッシーまで出てくるとは。秘書コッシー、いつ見ても一番キモいなコッシー。やっぱさんやサボさんを育てた英雄の一人だ。英雄の一人。変更をつけてやる。何、それがストレッチマン。ストレッチマン、あいつとの最後の約束だからな。おう、素晴らしい。大丈夫ですか最後のシーン。俺にはウータンが昇降姉さんの下半身の大事なスプーをぶん殴ってたようにしか見えませんでしたけど、ストレッチマンとの最後の約束とか言ってました。まあでもなんだかんだ敵じゃないっぽいっすね。 3,2,1,YO! 股関節 OK! ということで、あっていけない教育テレビでした。ということで、この動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。 See you next time.